こんにちは、ビブリオクッキングです。餃子は好きなんだけど包むのはめんどくさいということで、今回は餃子丼をビブリオで作っていきます。それでは早速作っていきましょう。まずキャベツをカットします。4分の1個ですね。切り方は適当です。こんな感じですね。今回ニラも使うんですが、カット済みのものがあったのでこちらを使います。真似される際は 3,4 本適当に刻んでください。そしたらフライパンにごま油をこんくらい引いて、おろしにんにくこんくらいと、おろし生姜こんくらいを炒めていきます。香りが立ってきたら豚ひき肉を炒めていきます。しっかり玉をほぐしていきますね。火が通ってきたらキャベツとニラを炒め合っていきます。いや、普通の餃子だったら今頃皮で具材を包んでる頃だと思うんですけど、この餃子丼はそんな面倒な作業は一切ありません。これを餃子と呼んでいいのかという声は全力で無視していきます。野菜にも火が通ってきたら酒こんくらいと、醤油こんくらい、お酢こんくらい入れて味付けします。味付けのイメージは餃子のタレですね。お好みでラー油とかコショウとか入れてもいいと思います。最後に水溶き片栗粉でとろみをつけます。ご飯と絡みやすくするためですね。入れるときは一旦火を消しましょう。餃子丼完成です。面倒な作業なしに味はほぼ餃子。ぜひ作ってみていかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。すごい食べっぷりじゃん。美味しいですか。この反応は美味しい、美味しいんでしょう。作ってる時から食えるように見えてたもんね。大好きなんだ、パパのご飯。